やっぱり新潟の人たちにとって、はい、新潟大ってすごいんですか？すごいですね。もう完全に神格化されてますね。なるほど。大企業とかになってくると総計の方が強いかもしれないですけど、うん、やっぱり地元企業だったら新潟大学圧倒的に強いですね。ああ、なるほどね。武田塾教務主任の中森です。新潟校舎長の藤川です。藤川先生、はい、やっぱり新潟の人たちにとって、はい、新潟大ってすごいんですか？すごいですね。もう完全に神格化されてますね。なるほど。神だと。神ですね、あれはもう。なるほど。じゃあちょっとどんぐらいすごいのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、はい、ということで今回の質問なんですが、早慶、マーチ、新潟大だったら新潟ではどの順にすごいですか？まあ、まず早慶は必ず上に出ちゃうんですね。新潟より。はい。あ、新潟の人たちは新潟より早慶上なんですね。上なんです、うんうん、まあやっぱりね、学力的な偏差値もあってやっぱり早慶選ばれちゃうっていうのもありますし、うんうん、まあテレビで有名ですからね、どうしてもそうなっちゃうってあるんですけど、うんうんうん、じゃあ次にって言われると多分すぐに信頼できますね。新潟が出てくると。出てますね、うんうんうん、でその後にマーチが来るかなっていう感じ。ああ、なるほど。まあ一般的な地位的にも、マーチと新潟大はまあ、うん、新潟じゃない人だったら、まあ、地元の国立になる可能性は高いかなとは思うけど、まあ、こういうところが多いのかなっていう感じはしますけど。そうですよね。うん。早慶やっぱ大好きなんですか、新潟大。新潟の人たちは。早慶憧れてますね。憧れてる。まあ、東京に憧れがあるみたいな。それですね、まず。理系だったらどうですか？理系だったら、あ、でも理系だったら金沢大学の工学部とかそっち向かってきますね、うん、じゃあ早慶じゃなくて地方国公立、新潟以外のなんか。そうですね、うん、行きますね、うんうんうん、早慶の理系と、ま、新潟の理系だったらどうなんですか？あ、だったら多分新潟大学行きますね。なるほどね。やっぱり理系だと国立優先されるわけですね。そうですね。でも就職だったらどうなんですか？それこそ新潟大卒と早慶卒で新潟で就職しようと思ったらどっちが強いって言ったら早慶の方が強いんですか？まあ大企業とかになってくると早慶の方が強いかもしれないですけど、やっぱり地元企業だったら新潟大学圧倒的に強いですね、うん、ああ、なるほどね。そういうところに早慶が入るとやっぱ浮くんですか？浮きますね。ああ、珍しいから。そうですね。ちなみに、まあ古川先生別に新潟出身じゃないわけじゃないですか？そうですね、奈良県出身ですね、うん、だと藤川さん先生自身は、はい、順位的にはどうですか？新潟県内ですか？はい、まあ普通に信頼行くんだったら、あの早慶とかマーチとか絶対いいなと思ってますまあその地元じゃない人からしたらそうっていうところは、まあ特に藤川先生だったらカンカン同率行けばいいんじゃないのみたいな。そうですね。まあどうしたら行けばいいんじゃないのって言いますね、はい、まあ、自分もそうですね。割と、まあ、まあ自分は東京なんでやっぱり、うん、まあ、下手に国立行くなら、まあね、それこそ地方国公立よりはマーチ行った方がいいんじゃないっていう人間なんで、うん、特に文系はね、うん、なんかそれこそ千葉とか、はいはいはい、その横国とかだったら、いやそれはマーチよりそっちじゃない、うん、って感じはするけど、うん、地方国公立とマーチだったら、いやコスパいいしマーチじゃないみたいな。そうですね。理系だったらまあ、うん、あ、ね、国立かなみたいなとこあるけどみたいな感じで。なんかこれ面白いですよね。でも多分県で変わると思うんですよ、かなり。変わります。その国公立の立ち位置、それこそでも早慶よりもうちの地元の国公立の方がすごいっていう県も出てくると思うし、なんかそういうのもぜひね聞きたいなと思って、新潟のヒエラルキーをちょっと聞きたいと思ったんで。でもやっぱり新潟で就職するのは新潟だぞっていう感じで。そうですね、完全にやってますね、はい、ちなみに東北大と新潟だったらどうなんですか？あ、まあさすがに東北大学ですね。なるほど。やっぱその国立の上はやっぱ上なんですね。上見てますね。なるほど。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、今回は以上です。武田塾では無料受験相談を受け付けています。受験について何か悩みがあれば、いつでも僕のところに質問しに来てください。質問しに来てね。はい。そんな受験相談のお申し込みはこちら。で、はい、我々2人プラスあと高田くんで、高田先生、若手が送る若手 TV、 これが始まりましたね。やばいっすね。そう、こちらはですね、ちゃんとこちらから見れます。はい、最後ですね、やっぱりチャンネル登録してほしいじゃないですか。そうですね、皆さんこちらからチャンネル登録の方もぜひお願いします。お願いします。